物流の要所を座礁した船が塞いでいますエジプト北東部にあるスエズ運河で大型のコンテナ船が座礁し他の多くの船が通過できなくなっていることが明らかになりました座礁したのは愛媛県今治市の省汽船が所有するコンテナ船で運行会社によりますと乗員に怪我などは確認されていないということです 復旧には2日以上かかるとの見方もあり物流への影響が懸念されています。